ライブするのがよくなってきて、構えない、そうそうそう、あれ、うん、最初のビデオ見たら違うなと思いました。最初スイングが今と違うなと。あ、どう思った？かかとかかとのね、足踏みね、足踏み、足踏み、そうそう、ちょっと見てみましょうかね。今意識してるのは、その踏み込みの部分、うん、というか、この足踏みの部分になってる。いや、本当コースにもすごくスムーズに行くて、いい感じだ。ちょっとシャンカン出てるのは、この位置がちょっと長すぎるかな。中今まで言うと、ここまで、うん、真ん中、うん、これやや右目ぐらいになって、やっぱりこれがフェアウェイ、あの UT とかフェアウェイとか含めて、ここの下に使う感じ。地面から出るものに関しては、やっぱりここに置きたい。うん、ここの位置は一緒。ここの位置は全部一緒ですね。一緒。だから、ここだったら、アイデアだったら、アイデアに比べたらここに来ると。だドライバーに関しては、ここに転倒して、ボールが落ちるっていう。だから、握っちゃってるっていうのは、やっぱこの後ろのぐらいだと思うんですけども、だからこの、やっぱりコースもそうだけど、やっぱ中、右側に置くから、どうしても右に向いていっちゃうっていう感じ、うん。だから、うん、そう。左に。ぐらいにすると、多分そのフェアウェイ、UT っていう問題でクリアするんじゃないかな。うん、はい、だから、やっぱどうしても中に入れるから、少しやっぱり戻りが早かったり、うん。でもコースでね、でもすごいいい感じで出てるから、この辺も触れない。いいかなと。で、今やってる足のところね、このバックスイングのところに、右からカットできて、で、ダウン。で、ここのね、今言ってたら、右かかと左かかとかっていう話だったんだけど、これは、もっと細かく言うと、一回、右の五色キングを組む。なるほどですね。はい。かかとから五色キング。そうそう、これちょっとね、大事なの。ここは大事で、アイちゃんの場合は、ちょっと癖の中で、こうやって、スティープに入っていく、スティープダウン、ここからクラブが入ってきちゃう、うん。それっていうのは、体の開きがちょっと早い。早いから、こういう感じで入ってきてしまうんだけど、この部分っていうのは、どうやって直すか。例えば一番最初は体が開いてたりとかいろいろあって、であと、上げていく時のこの周りが今は良くなってるけど、少しこれが逆回りだったのでこうなっちゃってるわけです。これってね、要はあのここの胸を開かないようにやってたけど、そこの部分って要はこのアライメントっていうじゃないですか、向きのこと、これを動的なアライメントとか言ったりするみたいなんだけど、これがバックスイングでダウンに入ってた時のこの体の向き、これがすごい大事。例えばすごいオープンに立っててもグッて入ってきたらこれフローズやん、はい、でバックスイングとか絶対インサイドとか入ってくるから、あのここの体の使い方ってすごい大事で、この間は顔の向きでやってたんだけど、今足の踏み込みの部分を今意識してるから、じゃあそれと足ではどうやったらやるのっていうと、今右のかかと でここにいきなり左のかかと踏むと体が開いてきちゃう、はい、開いてくるから、はい、結局これいつもまずい状態、はい、なのでバックスイング右かかといったら一回左の母子球に入る、母子球そうで母子球に入ってきたらもう絶対にもうこうする、そう、そこからそう、ここ右かかとで母子球に入ってきたら、そうすると絶対この閉じた状態、これ、まあ、動きの中で取ってるアライメントでしょ、向きでしょ、はい、そうだからこうやって体をしゃべるし平行に構えます、こういうスイングじゃない、向きが揃っててもあまり意味がない、うん、
それよりは自分のスイングの中でこのバックスイングからダウンここに入る。で、一瞬ですね。一瞬だから今ちょっとわざと分けてやってるんだけど、1、2、3ね、そう。2で2のタイミングが1個アンクッション入ることによって体の開きがちょっと遅くなる。だから右向いてる時間が長くなる。それだけボールのボールに対してアタックしてかかるからこっち側からも、うん、ただ最初分かんないんで1、2と、だからここに本当はテニスボール半分クッとこう踏んで、テニスボールみたいなのが半分の負けにしたんだって、それをグッて踏むぐらいの感じがして、でその後かかとに踏むってことを考えると、力の釣り合いがこっちに一回荷重してないと後ろに行きにくいのではない、うん、だから、うん、そういうのも含め切り返し1、2、だから上がった時にはもうここ踏んでる、うん、1、2、3、うん、動的やね、1、2、やってみましょう。はい、わかりました。イメージはね、イメージはね、できるかどうかは分かんないですけど、イメージはね、おっしゃることは分かります、うん、で、分の1も左の方に、そう、まず分の1チェックしようか、ね、ここに来たよ、これ何分ぐらいで今これで分の上に置いてました。もう動的アライメントだけど、こういける、あ、いや、今、遠ざかっていっちゃった、分かんないですけど、行きましょう。いや、2よ、膝曲げ、ここで曲げてるんですよ。2、3、そう、すごい、わかる、今すごいクローズでしょ、うん、だからこれが今ここで、今は今1、2で来ちゃう、こう開いてるのが、はい、1、2、2でこう閉じた状態、そうそうそう、で、3、かかとに3はできるけど、3、そうそうそう、1、2、うん、3、あ、そうそうそう、うん、ちょっとボールに乗る、うん、1、2、3ちょっとゆっくりね、1、2、3、はい、もう一回、難しい、難しい、難しくない、これは1、2、3、分かるよ、いいわ、思いっきりもっと、うん、そう、このぐらいの加減でやった方がいい、いい、これで1、2って時に要はシャフトの向きっていうのがやっぱりこういう向きしてる、だから手がやっぱ体がやっぱどうしてもこっちに引っ込んできたくなる癖があるからさ、こう1、2、こうなるじゃないとやっぱり当たらない、今これが今こういうやっぱ向きになっちゃうから、なんか当たりが薄くなっちゃう。だ全体的にもう右っていうのはこういうアライメント。要はこういう方向に使っちゃう。右っていうのはもうこっちの方向に。こっちですか？そうそうそう。まあ今こっちは右とかやってるんですけど。見えてきて、やっぱりこういうプレー、あ、こっちの前に出てる、そうそうそう、そうそう、だからやっぱりいろんなことがあるから右化したくないとかあるかもしれないけど、こっちを流してきた、うん、ね、左側をね、うん、うん、これいい、これがいい、そう、これでまっすぐ、そうですね、1、2、だから2は全体的に向こう向かさない、そう、そう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 、でそこからそこまでしたらかかと踏めばもう、まあ、手で使わなくてもね、うん、お、今は結構強くなんか、手が離れてる感じがします、うん、めちゃくちゃいいじゃん、いいんですか、うん、これ、今の感じだとか、すごい、
クラブは手は相当外に向いてる、こういう向きになってるで、だけど腰がやっぱりダウンしてくるから、うん、これが何なんですか、今までは体止めて手が来るのを待っちゃって、要は見えてきたこれ嫌じゃないよね、こっち向いちゃってる、だけどこれって踏めばここでやるんですよ、面を揃う、これって1、2で、2で来てるでしょ、だけど我慢したらここで揃う、うん、そうじゃない、だから今までそれをやっぱりこれについてこうやってくるから、はい、こっちに向けたい、だからなんかフォローでここでちょっとこうなんか詰まっちゃってる感じ、だから、まあ、ギクギクそうな感じがするから選んだ、絶対に遠くに行けば、はい、あの遠くに行きっぱなし絶対ない、絶対に遠くに行けば絶対に最後はここに入ってきても体の方にこうやって入ってくるって言って、それは分かんないです、こっちに来ちゃうともうダメでしょ、そこは手でやって、これ、はい、これでやって、今こういう位置にいるでしょ、で手をクラブをもっと前に持ってきたいんだったら左の肩を後ろに回さないと、そう回せば絶対前に出る、で、ここから先っていうのは前に振りたいでしょ、前に振りたいから肩と位置を動かす、今上に来てる、で、前に振りたいとき左肩基準、左サイドで振ってこっちこっちに少し使ってあげるような気持ちで、まあそこはやるときは、はい、力の違いの話、そう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 、そこそこ左に言い返したくないときほどこういうふうに振ってあげなきゃいけないわけじゃないですか、それを左に向けたらこうなっちゃって、こういう風になりますから、余計にこう、だからゴルフで難しいとこするそういうところで嫌な方向向けない、はい、うん、全然 OK、 ああ全然 OK、 当たりは全然熱いし、くない、はい、熱くなる、うん、難しい、全然悪い、こんなニュースとか見てるから全然違いますね、今マキロじゃない、今マキロ、そう、これごめんなさい、いやでも、いや、あの、そういうことよ、もちろん。これは大事ね。これは大事ね。踏み込む方向とかも含め、そう、ちょっと今日はだから、ランシングの入り口ね、これがここから、あれだ、シュほら、そのこのぐらいやっぱ低く入ってくると、これやっぱり球が強くなるとロケになってくるんだ、これだと当たってやっぱり上手いかってやっぱランドしててもやっぱり曲がりがしもかったんだけど、やっぱ球が弱いんだよね、でやっぱあれ以上ちょっとやっぱり良くしてもらうあと飛距離出してるんですけど、ね、ちょっとこれ練習して、あ、はい、頑張ります、難しいけど、やっぱりこのダウンに入ってきた時にすごいこうやって感じてるけど、実際もっと体が回ってくるからプレーちゃんとしたプレーになってくる、要はここでやるからこうなってる、いや完全にこうでしょ、短く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 イメージじゃなくて、こんなこうですか、そうそうそう、向こう向いてれば、そうそうそう、向こう向いてれば、シャトル、まあ、シャトル、まあ、12、12は違うけど、ボールは捕まらないね、練習頑張ってください、頑張ります、はい、行ってきます、ありがとうございました。